大地の記憶を呼び覚まして、かつてこの地で起こった戦いを再現したわ。二方面より進行し敵を叩く。我らは南を攻めるぞし。北の敵は任せときな。槍の股だ。男を挙げてやんぜ。おや、年上さん、まっすぐ突っ込んできましたか。ここは孤立させちまいましょう。これがおとりになって年上さんを引きつけます。宗神さんは背後に回って後方の敵を撃ってください。承知した。宗神殿、ここは力を合わせると。うん、引こうとならばいかな難敵をもしのぎよう。年上殿、さすがに出過ぎでは。口挟むんじゃねえ清正。ここは勢いが勝負だ。年家さん、あれじゃ狙ってくれと言わんだけど、これも殿の指示に。期待通りの働きです。その部を導き勝利を描きましょう。さあ、おい水成、どういうことだ。秀吉様の命もないのに、なぜ戦を仕掛ける。お前たちに説明していては日が暮れる。秀吉様のためだと思って黙って戦うのだな。なんだこの頭でっかち、バカにしてんのか。後で怒られたら全部てめえのせいだな。お前さんがいれば盤石だな。頼りにしてるぜ。さあ来やがれ。お前なんだ、ひとひねりだ。何を考えている。行こう。清正たちにも真実を告げぬとは。三つ目、お前も厄介な勝負だな。みんなついてきてくれ。分かるぜ。あいつらがどう思うと知らん。そんなことで策を台無しにはできんのだ。さあ今です、門を閉めてください。これでしょってか。これじゃどうにもなんねえ。おや、いいんですか。それじゃ遠慮なく押しつぶさせてもらいますよ。抗う。年家殿、やっから言ったんだ。水成、さっさと救援するぞ。行くな。ここで動いては敵の思うツボだ。姿？てめえ何言ってるか分かってんのかよ。いや、槍の又田さんを見捨てんのか。総大将は俺だ。黙って従うのだ。ここまでが俺の負けだ。煮るなり焼くなり好きにしろ。左近殿、敵を孤立させ封じ込める策、お見事です。これで二面作戦を防ぐことができました。敵も迂闊には動けないでしょう。こうもはまるとさすがに拍子抜けですね。なんだ、嘘だろ。まだまだにが下るとかガチでありえねえ。年家殿、秀吉様を裏切るのですか。すまねえな。これが俺の仁義の通し方だ。秀吉も分かってくれるぞ。年家殿が暗い。敵将、撃ち果たす。これでは敵に包囲される。全軍撤退せよ。三つ目、先に行け。俺が神狩りを務める。義経、頼んだ。清正、正則、引くぞ。お呼びとなる。待て三成、これ義経やべえだろ。敵こんなにいんだぞ。置き去りにすんのかよ。俺たちが無事引くためのしんがりだ。そんなこともわからんのか。だったらお前一人で引け。正則来い。趙雲を倒せば敵大将はすぐそこだ。敵が突入してきましたね。趙雲殿と共に迎撃を頼みます。
あ、バカ。行こう。やはりこうなったか。今こそ攻め立ててやろう。さすがですね、ご立派なお姿、感服しました。ペルセウスの気配まだ見つからないわ。みんなもう少し頑張って。月悔しそうですね。トラ戦車のことでも考えているのですか。はい、孔明様には全てお見通しですね。今こそ攻勢に。あれがあれば敵を一網打尽にできたでしょう。敵将終わらず。ほら、かすかにペルセウスの気配を感じるが、まだ少し距離があるようね。義経を救わずに孤独様か。俺がやられてる場合じゃねえってのによ。清正も正信も逃げ延びたようだ。あとはお前だけだ。早く行け。分かっている。すまん義経。行こう。残るは義経さん。さて真意を確かめに行きましょう。ペルセウスの気配この先から感じるわ。ペルセウスの気配を感じる。かなり近いわよ。今こそ攻め立ててやろう。さすがなるご活躍。あなたと共に戦えること誇りに思います。あの子の気配を強く感じる。ペルセウス、そこにいるの。撃ち果たした。お呼びとなる。ペルセウスとの再会の時、これで少しは近づいたかしら。あとは勝利を目指すのみね。欠片を持ち帰るためにもう一頑張りよ。期待通りの働きです。その部を導き勝利を描きましょう。加勢感謝する。今より反撃と参ろう。
三成の後は追わせん。そうそう、命を絶てお前たちを止める。そういう流れ。なるほど、本気の勝負をお望みと。ではその流れとやらに乗るとしましょう。俺も負けだ。降伏するでしょうね。最初からあなた方が描いた通りの流れってやつだ。秀吉殿ではなく、これは三成殿の策ですね。詳しい話は後ほどじっくり伺いましょう。お見通しということか。三成、これでいいのだな。